遮光機道具は宇宙人ではニャニャニャかった <noise> 北海道は稲作ができないので弥生人は来ることはなかっただから縄文時代が続いたとその通り弥生人は大陸から西日本経由で来たが北海道までは来なかっただが一方で 大陸から直接北海道へ渡ってくる人もいたのじゃな。その彼らは熊を神とする民族だった。それで先住民であったヘビをトーテムとするジョモン人との文化の融合が行われたのだよ。だから属ジョモン時に熊が描かれたというわけですね。ほれ、これをご覧。 ヘビトーテムとクマトーテムの見事な融合を表す時器が函館の絵山から出土しているよ。時には口が2つあって2つの口をつなぐ橋がかかっているじゃろよく見ると橋は交合する2匹の熊の姿なのだよ。その一方土器の胴体に書かれた文様は「 のののいいでををけつぐわらびててししる口はメスヘビのいを表しているよつまりこの時は両方のトーテムシである熊とヘビがそれぞれ交合しているというわけですね。見事なないや見事な融合都市か ワンワん。